なんとかこの山形の地にもっともっとフットボールの文化を根付かせて高めていきたいというふうに思っているので、サッカー J2 モンテディオ山形の監督解任を受け、新たに就任した渡辺進監督の会見が開かれました。まずはじめに一コーチとしてピーター・クラモフスキー監督を支えきれなかったこと、そして今このような結果を招いていることに非常に大きな責任を感じています。目の前にいる選手たちを何とか引き上げていかなければいけないと、そのような思いに勝るものはありませんでした。これからモンテディオ山形のために精一杯力を尽くしていきたいと思います。またモンテディオ山形に関わる全ての皆様に勇気と喜びを届けられるように力を尽くしていきたいと思います。その先にこの山形県全体が今一度フットボールを通して熱くなれるように精進していきたいと思いますので、ぜひこれからまた熱い応援をよろしくお願いしたいと思います。そのポイントは一緒だったとしても家庭があまりいい状況じゃないなというのは感じています。監督を変えれば良くなるのかっていう話は当然身をもって当たり前だと思いますが、何かこうポジティブにいける状況を作っていかなきゃいけないという中での判断ではあります。いい試合たくさんありましたし、開幕の試合のゲーム内容というものはいい時間帯もたくさんあったと思います。前回の水戸戦でも我々のやろうとしていることを表現できた時間も当然あった。で、結果が出ているのは事実ですので、そこに対してはこれから結果が出るように我々が本来持っているものプラス、じゃあどうやったらこれから結果が出せますかっていうところにフォーカスしてトレーニングを含めてやっていこうと思っています。時間がないからこそよりシンプルにやらなければいけない。逆に言うと今のチームにはそのシンプルさっていうものが求められているというふうにも思っているので、時間がないということをポジティブに取られて大宮戦に向かっていきたいと思います。外から見ていても魅力的でしたし、実際僕が中に入ってもものすごく力のあるチーム、選手が揃っているなというふうには感じていました。より選手が前向きにゴール方向にプレーできるようなことをしてあげられれば、僕が思っているようなその彼らのポテンシャルの高さというものをこれからたくさん表現していけるようになるのではないかなというふうに思っています。本当に先々を考えればいろんなことがやれるようなチームになりたいです。なるべく相手のゴールの近いところにボールがあるようにしましょうよということが僕の考えるシンプルさなんです。じゃあそれが今なぜできないかというと、やはり結果が出てないというところで、選手たちが萎縮してしまったり、本来見えてたものが見えてなかったり、タイミングを逃してしまったり、その勇気を持てなかったり、そういうことが大きな原因としていくつもあると思うので、なるべくシンプルさっていうものを選手に伝えながら、背中を押してあげられるような、状況環境を作っていきたいなというふうに思っています。